生徒に手を出した教師の末路。レイヤー、どこにいるんだよ、レイヤー。俺はカイチェル、アラサーの高校教師だ。去年結婚し、子供も生まれ、幸せな日々を送っている。今日から転任になった末路高校2年1組の担任を受け持つことになっている。はい、みんなおはよう。今日からこのクラスの担任になったカイチェルだ。どうぞよろしく。あれ、一席空いてるな。すいません、遅れました。君は西村さんだな。ギリギリセーフだ。明日からちゃんと来いよ。その女子生徒は西村玲也という子で、他の先生曰く家庭環境があまり良くなく、出席日数もギリギリで進級したのだと聞いた。彼女は授業中や休み時間も他の生徒と関わることはなく、いつもうつらな目をしていた。西村、もう三者面談の時間だが、お父さんとお母さんはいつ来るんだ？私にはお父さんはいないよ。小さい時に蒸発しちゃったから。お母さんは夜の世界の人だから、なかなか家に帰ってこないし、いつもお金だけ渡されてるんだ。そうだったのか、すまんな。なんかじゃあ今日は先生と二人っきりで話さないか。先生こう見えて面白いぞ。何それ、少しならいいよ。俺はじっくり西村という生徒と向き合い、話し合うことができた。レイヤも少しずつ俺を信用し始めたらしく、面談が終わる頃には冗談を言い合う仲にまでなっていた。先生、お弁当作ってきたし食べて。え、マジで？ありがとう。それから俺とレイヤの距離はだんだんと近くなっていった。レイヤの行為を一人の男として嬉しく思っている俺がいた。時間が経つにつれ、レイヤとはだんだんと大人な関係になっていった。しかしレイヤは俺と妻に別れてほしいと日に日に強く言うようになった。レイヤ、分かってくれ、妻とは別れられないんだ。じゃあなんであんなことしたのよ、最低だよ先生。その後レイヤは執拗に俺を離婚させようと嫌がらせをしてきた。自分は最低なことをしたのにもかかわらず、俺はレイヤに強く当たってしまった。レイヤ、また俺のカバンに口紅隠しただろ。そういうことはするなって何回も言ってるだろ。じゃあ先生は私のことが嫌いなの？私はただの都合のいい女なの？いや、それはとにかくこういうことは金輪際やめてくれ。わかったか？はい、ごめんなさい。それ以降レイヤは学校に来なくなり、連絡しても家を訪ねてもどこにいるかもわからなかった。カイチェル先生、カイチェル先生、至急校長室までお越しください。校長先生、お呼びでしょうか？カイチェル先生、大事なお話があります。そこに座ってください。俺は校長先生からレイヤがこの世を去ったことを聞いた。自宅で一人で冷たくなっていたということだった。どうしてですか？なんでですか？事情は私には分かりません。ですがその子の机の上にあったこの手紙、会長先生宛になってます。俺にですか？カイチェル先生へ、大好きでした。本当に私はただ初恋をきれいに終わらせたいだけだから、先生は何も悪くないよ。先生ごめんね。残念ですがカイチェル先生、この事件はもうマスコミの方には流れてると思います。責任の取り方は大人なので分かりますよね。申し訳ございませんでした。その後俺の起こした事件はニュースで大きく取り上げられた。学校からは懲戒解雇を言い渡され、もちろん教師という職にも二度と戻れないようになった。妻とは離婚し、家の外に出ることも人目が気になってできなくなってしまっていた。そして何よりレイヤのことを思うと自責の念と涙が止まらなかった。